今日は番外編やるよ。番外編。なんといってもこの1週間であれですからね。とうとう発売になりましたからね。本書、ビジネス書、ベストセーラーを100冊読んで分かった成功の黄金率。でね、一応書店での発売日は4月18日3日前という感じだったんですが、おかげさまで早速10版しました。第3版発売前にもうニズリは行っていまして、 今回、三刷りになって、累計1万3000分、あれ違うな。累計1万6000分になったのか。累計1万6000分になりました。皆さん、本当ありがとうございます。いやー、これがね、わかります皆さん。これがね、成功の黄金率ですよ。成功の黄金率を学んだ僕が書いた本は、ちゃんと重版しますね。 こんな無名のインターネット芸人が書いた本なのに累計1万6000部発売3日で到達する。これが成功の黄金率ですね。ねえ。こんな素晴らしい成功の黄金率あるんで、もう皆さん、ご友人にもおすすめした方がいいですよ。あの、本屋とかでね、見かけるたびに買って友人に配った方がいいです。で、この成功の黄金率、この著者、無名のインターネット芸人なのにね、本書いた途端1万6000部。 重版してもうめちゃめちゃ売れてるんだってそれぐらい成功の黄金率パワフルなんだよっつってご友人に配るのおすすめですんでよろしければぜひそういう感じですねいやー楽しいねやっぱなんかさ新しい本出るとかってなるとさいろいろと新しいお声がけいろんなとこからいただいてね楽しいですね箕輪ス介さんとかね、えー、皆さんご覧になりましたでしょうか最近箕輪ス介さんが割とね僕に絡んでくれているのね えー、ツイッター見てない人のために一応補足しときますと今回のビジネス誌百冊本を箕輪さんが読んでくれたらしくですね新刊面白かったです29日今月29日ロフト新宿ロフトでトークイベントやるんですけどよかったらゲストで来てくれませんかって言われましてですねいいのって思いましたね <laughs> いやいいけど俺はいいけど俺はいいけど箕輪ちょっとなんか矢沢永吉の興文みたいになっちゃった 俺はいいけど、ミノワはどうかなって思いましたね。ミノコウ浩介さんいじり殺してますからね、この本の中で。ミノコウス介さん何回出てきた多分 <laughs>、ちょっと覚えてないけど、多分3個ぐらいの教えで出てきましたよね。なんかさ、まずこの世界を変えようとしないっていう章では、もう丸ごとミノワですからね。丸ごとバナナみたいな。ほぼ丸ごとミノワですからね、この章この。 まとめひどくないこの自分で書いといてこの結論ひどくない箕輪ス介さんは革命を起こそうと言っている箕輪ス介さんはもう少し謙虚であるべきかもしれない箕輪ス介さんの言うことを真に受けると人は問題行動を起こすかもしれない <laughs> この, <laughs> こ,の <laughs> このまとめひどすぎ箕ウス介さんのおかげでねこの教え13は成立しましたからね完全にで他の章でもなんかね地を,を武器にするみたいなとこでも箕輪ス介さん使い倒した気がするんだよな 箕輪康介さん、あんまり、あんまり、その、書くことなかったから、健城徹さんの本担当したときに使ったいいフレーズをそのまま流用しちゃったよね、みたいなこと書いてますね。書きましたね。これだこれだ。無知こそ武器だのくだりだ。ねこんな風にね、いじり殺したんすけどね。箕輪さん、ツイッター拝見するに、あのここは俺も笑った、みたいなことをね、結構言ってくれてて。ああ、度量が広いっすね。さすがですね。さすがだなと思って。 まあそんなこんなであの本人からいじってもいいんだなっていうお墨付きをいただいたんで、もう結構ね、楽しくまた今週の,の有料マガジンとかでもいじらせていただきましてですね、いい人だなって思っております。箕輪さんもちゃんと僕の有料マガジン購読してくれましたね。いやー、好感度が上がりますね、なんかね。本の内容は何一つ思い出せないですけど、箕輪さん、やっぱ好感度上がりますよね。 本の内容はね、多分ね、白紙と実質同じだったはずなんですけど、やっぱね、素晴らしい、ミノアさんはね、素晴らしい編集者ですね。皆さん、ぜひぜひ、応援してあげてください。ミノアサロンとか入るのおすすめです。ちょっと僕、中身全く知らないですけど、なんか割と値段高えなって思った記憶ありますけどね。6000円ぐらいしますけど、あのミノアサロンおすすめですね皆さんぜひ入ってください。僕は入ったことないんで、ちょっと中身わからないです。<laughs> 森の中のボリスさん、ありがとうございます。10版お,おめでとうございます。アマゾンレビューが何回送っても審査が通らなくて波に乗れず悲しいです。かわいそう <laughs>。森の中のボリスさんね、あんなにセンスあるのにね、スパチャ職人みたいな、はがき職人みたいなとこありますけどね、森の中のボリスさん。なんかアマゾンレビュー、そういうアルゴリズムみたいなのあるんですかねこれ、こういうのはスパムだから弾こうみたいな。なんか他にもね、このスパチャランの常連さん、トリンプさんとかが、 レビュー書いたのにいつまで待っても乗らないみたいなことをおっしゃっててあのそういうこともありますね Amazon に弾かれちゃうみたいなこともあると思いますでも大丈夫そんな世界はもうすぐ終わるんですよこれから世界2.0が訪れますもうそんな悲しい世界は終わりです新世界が来ます Amazon のレビューが弾かれてしまって君は今本当に辛い気持ちなのかもしれないだけどねそんな世界はもう終わるんだっていうことですね <laughs> どっちで行くのかちょっと決めかねてしまった。世界2.0で行くのか新世界で行くのか決めかねてしまって今あの、キメラで回答しちゃいましたけど、そういう感じです。スネコスリネコットさんもいつもあれざいます、世界2.0、ウェブ3.0、マーケティング4.0、ソサエティー5.0、堀本100.0冊ということでね <laughs>。有効数字そこいらんのだけどな。100.0冊いらないですけどね。なんかあるよね、いっぱい。そう、マーケティング4.0とかさ、何点何っていう本いっぱいあるよね。 落合陽一さんが出されたのがこれ、ソサエティ5.0でしたっけなんか、これ多分落合陽一さんな気がしますね。面白いっすよね。何点何って言っとけばとりあえずいいみたいな風潮面白いっすよね。アマダーランさんもありがとうございます。世界オスさん単勝オッズ2.0配当金ですってことでありがとうございます。あのね、世界2.0はマジで鉄板の馬なんで、これ絶対来ますんで。ビジネス書ヤバダービー。これ最有力馬ですね今年の。多分ね、面白いと思うよ。 楽しみですね。僕もまだ読んでないですけど。よりどりみどりさん、ありがとうございます。セミナー参加します。素晴らしい7泊八日になることを祈ってます。素晴らしいですね。あのいい7泊八日を、間違いなくあなたの人生が変わる成功の黄金率7泊八日をお届けしますので、まだセミナー広告、末尾のセミナー広告の QR コード読んでない方はぜひ読んでください。あなたの人生が変わる7泊八日へいざないます。ギガマックスさん、ありがとうございます。新しい世界 2.0- コピーカッコ3最新版やめろ、それ <laughs>。やめろ。 <laughs> それあのファイル管理のシステムが定まってなくてみんなで適当に命名してった結果カオスのファイル名になってるやつやめろアナログな会社あるあるのやつやめなさいそれ見るとねもう頭痛くなるよね新しい世界2.0コピー3最新版みたいなやつどれだよ <laughs> 一番新しい版はどれなんだ新しいバージョンどれなんだよってなりますよね 新しい世界2.0コピーに最新版のコピーもあってどっちが新しいのか全くわからんってなるやつねすごい嫌ですよねマジでギット管理してくれよ何でもって思いますよね えー、トウリンプさん、スパチャありがとうございます。堀本さんの本の中でミノワ検索したら30個ヒットしたんだよ。なるほど。そういう意味ね。ごめんごめん。ありがとうございます。なるほど。アマゾンでミノワって検索したらミノワさん関連してる本が30冊出てきたっていう意味かと思ったけど、僕の本の Kindle かなんかで検索したら30個出てきたってことっすね。好きすぎん僕。<laughs> ミノワさん好きすぎん <laughs> ?30 回も使ってんのミノワさんの名前。すご。 まあそんぐらいね、僕の本にも30回登場するぐらいビジネスショー界隈でプレゼンスがある存在ということで、箕輪さんとね、トークライブさせていただけるのは本当に光栄ですね。はい、えー、じゃあ早速入っていきましょうか。スパチャ読み切ったところで世界2.0行きましょうか。これもうさ、最高じゃない帯。もう、もうこれ、やろうと思えば帯だけで、帯と表紙だけで2時間いけるぜ、これ。すごすぎん、これ。もうまずこの、でっかい帯ね、半分。 本全体の半分を覆うタイプのでっかい帯で世界2.0メタバースの歩き方と作り方もうここの段階で来てますけどねその下がね全部盛りで最高なんですよねメタバース Web3NFTAI 宇宙開発新しい世界を私たちはどう生きるかびっくりメタバース事業の最先端を行く企業家が全てを書き尽くした決定版 インターネット以来の大革命。メタバースとは神の民主化な。<laughs> いや、さひろのぶさんとのさ、ライブの時もこれめっちゃいじったけどさ、<laughs> 面白すぎるよ、この帯。メタバースとは神の民主化。<laughs> しかもこのね、著者のね、佐藤さんね、著者の佐藤さん、佐藤勝昭さんっていうものか。佐藤勝昭さんね、お金2.0っていう本出してましたよね、なんか5年ぐらい前に。ね、メタップスっていう会社をね、当時は代表でやられてて、なんか、 あれでしょタイムバンクとかやってさ、なんか仮想通貨とか流行ってた時期でさ、時間を直接、人生の時間を直接理解できるサービスですみたいな、これが新しいお金の動きだみたいな、信用経済は今後加速していく一方だみたいな、お金の常識が我々はこれから完全に塗り替わるから、それを理解してついていかなければいけないみたいなことを堂々と喋ってさ、これからの時代のお金はこれですって言ってた佐藤さんが、 メタ, <laughs> メタップスの代表を降りて、メタップスの代表を降りて、今は株式会社スペースデータ代表取締役社長をやってらっしゃるわけですね。<laughs> なんかこの間まではさ、新しい時代のお金の常識を作り変える会社を僕はやってます。そのサービスがタイムバンクですとか言ってた人が6年後ぐらいに <laughs> メタバースとは神の民主化だ <laughs>。世界2.0っていう本を出してるわけですね。 すごないこれ。めちゃくちゃ面白くない最高。最高ですよね。どういう、どういう面の皮の厚さって思いますよね。すごいよね。最高の本だ予感じますね。帯の裏ですね。裏表紙が産業革命、インターネット、そしてメタバース。人類はいよいよ最終局も、噛んじゃった。面白すぎて噛んじゃった。 もっかい読もう産業革命インターネットそしてメタバース人類はいよいよ最終局面を迎える <laughs> あちゃんとハイフンがついてます最終局面を迎えるハイフンというか横棒この横棒好きよね箕輪さんこの横棒好きよね表にもちゃんと書いてあるんだよメタバースとは神の民主化だ横棒横棒横棒 人類はいよいよ最終局面を迎える。横棒、横棒、横棒。<laughs> 横棒好きよね、これ。人類いよいよね、最終局面を迎えるらしいっす。な <laughs> んでもかんでも言いたい方だよ。これから先、お金の価値観は完全に塗り替わる。円というものの価値はもうなくなって、時間を直接売り買いする世界になるんです、みたいなこと言ってませんでした佐藤さん。タイムバンク、サービス終了しましたけど。 お金はもう今までと全く違うものになりますって言ってませんでしたなくなったけどえ、どの面下げてさ、人類はいよいよ最終局面を迎えるとか言ってんの。え、この本買ってるやつさ、覚えてないのお金2.0。なんでこの本買おうと思うのそれ。その、未来予測、大外しまんがまた同じテンションで未来予測して、タイトルまで一緒じゃんっていう。 お金2.0をさ、大冗談に掲げてさ、お金ってこういうもんなんですよ。これからの時代、間違いなくこうなります。だから僕は革命を起こすサービスをやってますって言ってて、そのサービス終了してさ、会社からもそいついなくなってさ、でも完全にそのブーム、ブームに乗っかって、ただ仮想通貨来てるからっていう理由だけでお金2.0とか生いってたやつが、あ、今メタバースだ。ザッカーバーグはおフ Facebook の社名メタに変えたよし、今メタバースだ。よし、メタバースの会社作ろうって言って、スペースなんだっけ。 株式会社スペースデータ作って、世界2.0。人類はいよいよ最終局面を迎える全く同じ、全く同じことをさ、やり始めてさ、え、みんなこれ何ツッコミで買ってるこの本。なんか売れてるっぽいですけど、割と売れてるっぽかったですけど、アマゾンランキングとか見る限り。え、な、え、ツッコミとして買ってるのこれ。その、お前大ボケやないかっていう。 お金2.0の時お前やって同じことやっとるやないかってお金2.0大失敗したのに何も学んでないっていうすごい大ボケに対するツッコミとしてみんな買ってるのかなこれ不思議だよねなんでこの本が売れるのか本当に理解に苦しむよねえ森の中のボリスさんありがとうございます次は最終局面2.0が出せるからもう一冊いけ,るいけますね最終局面2.0 <laughs> いけますね 最終局面2.0とかさ、もう2.0出しすぎて、飽きられて、もう出版の声とかかからなくなって、セミナーとかも一切なくなって、やることなくなったなーってなったら、干され2.0出してほしいですね。森の中のボリスさん、あれなんです。2.0、2.0に着着する。そういうことだね。そうだね。だから2.0出し切るんでしょうね、このまま。 えー、世界2.0お金2.0世界2.0最終局面2.0干され2.02.02.0を出して完結ですね彼の人生は。でさあもうあの入ろうと思ったけど今めくっちゃったけどめくる前にさあこの表紙の帯外そう表紙のさサイドやばくない <laughs> 渋谷だと思うんだけどスクランブル交差点だと思うんだけどサイドをこうバキバキに上げてさ 人工物みたいにしてあるやつフォトショのあのサイドのつまみマックスまで上げたやつだよね表紙これがあれでしょ仮想世界みたいなさ写真のサイドをバッキバキに上げることによって仮想世界みたいな感じを出そうみたいなねことですよね裏,裏表紙もそんな感じですいやあ煽ってきますねでもねでもねこの表紙 俺もこれにするかも編集者だったらやっぱこの表紙がいい気がするね結果ねやっぱ美濃さん詳細ありますよねこれ世界2.0でかでかと文字入れるプロセスエコノミーみたいなさあの基本的な表紙よりはこっちの方がエモくて売れそうだよねやっぱ新しい世界が来ますよっていう表現として渋谷のでかい街並みを再度バキバキバキに上げた写真をでっかく見せて 文字は本当に控えめにする。これ、やっぱ、センスあるのでは、箕輪さん。売れるビジネス書作るセンスがやっぱ圧倒的だよね。プペルっぽいって言ってるけどね。確かに、プペル2.0でもありますね。世界2.0の表紙、実質プペル2.0でもあります。いや、でもさすがだわ。売れる本作るセンスありますよね、箕輪さん。商売人としてね、本当に素晴らしいと思うんだよな。マーケット感覚が非常に鋭敏だなっていう感じがします。 そういうことだね、これ。だから、ほんと、ジャケ買い用だよね。お金2.0のこととか知らんやつ。今の大学生とかがさ、6年前のお金2.0騒動を知らんやつが買うことを想定している感じがしますよね。ジャケ買い用だね。だから、言うたら、ジャケット。ジャケットで騙させて、騙して売っちゃう。グラビアアイドルの写真集みたいなもんですよね、ほぼほぼ。だから、僕の本がさ、僕の本もそうなんだけど、これ、ジャケットで騙して売る本。 なんだけど、まあ、こっちが本当のトゥルージャケットだましビジネス書ですよね。トゥルージャケットだましビジネス書。僕のやつはフォルスジャケットだましビジネス書ですね。<laughs> いやー、すごいね。すごいね。これ新しいパターン。うわー、やっぱキャッチアップしなきゃダメですわ、ビジネス業界。あのね、もう表紙裏アジテとか古いのよ。表紙裏アジテーションとかでさ、なんかさ、こう開くと、これから 神は民主化されるみたいな。全く新しい世界がやってくるみたいなのを書くのはもう古いのよ。こう、表紙裏なんもないのよ。ここにはもう何も書かないのが今トレンドなんですよ。それがビジネス書2.0です。ビジネス書2.0は何するかって言ったら、この開いたとこのページに、サイドバキバキの、サイドバキバキのズームで見た、 ズームで見た渋谷のなんかどっか居酒屋かなんかからの街からの景色、あ、違う、居酒屋かなんかからの窓からの街の景色が、再度バキバキで載せられているシティ、なんとかシティって書いてある看板のやつね。これですよ。いいですか。ビジネス書2.0はこれですよ。すごこれすごいね。 パッと開いたらもう1ページ目にこれが出てくる。この、ど、どでかいネオンのサイドバキバキ、おそらく渋谷の居酒屋かなんかの窓からの景色と思われる写真からのなんかこう RP、RPG、RPG ってかこれあれだね。バイオハザードのオープニングみたいな。バイオハザードのオープニングみたいな。マッ 暗なところにちょっとだけ明かりが落ちている、おそらくこのネオンからの明かりと思われる、青と赤の明かりがちょっとだけ落ちていて、世界2.0ってめっちゃ読みづらい字で出てくるっていう、ほぼバイオハザードのオープニングみたいな <laughs>。表紙からちょっとぺらっと1ページめくった時に、これがいきなり目に飛び込んできますね。世界2.0、この世界観、このサイドバキバキの渋谷の世界、これから来るであろう新しい世界を見せますよ、みたいなやつを引きずった片方のページと、それからバイオハザードのオープニングみたいな。 読みづらい、暗い、これから世界の入り口へようこそみたいなオープニングを見せてきますね。わかりますかねこれがビジネス書2.0なんですよ。もう表紙裏足してとかやってるようじゃ古いんですよ。ノ輪さんはね、アップデートしてますから、やっぱ時代の最先端にいる方で。圧倒的ですね。で、<laughs> でさらにね、ちょっとみんなに構造説明するのむずいな、これ、えー。この表紙カバーがくっついているページはこれなんですよ。この居酒屋かなんかの窓から見える。 ネオン居酒屋って言ったけどこれあれかもなラブホかなんかかもしれんなエモいよねとにかくのサイドバキバキのネオンの写真があって更にこの後ろに隠しページがあるんですよだから表紙カバーからは2アクセス 2, 2個めくってやっと出てくるページがあるんですけどそれがこのサイドバキバキに上げた雨のスクランブル交差点ね意味はわからない 意味はわからないけどなんかエモいなんかめっちゃエモくないこれなんかサイドバッキバキでさ大雨で雨粒が地面に跳ね返っていて渋谷のでっかい電光掲示板の鮮やかなライトを反射しているあのメッセージ性は全くわからないですよメッセージ性は全くあからない表紙はわかるじゃんこのサイドバキバキに上げることによって人間の目で見えてる 渋谷の街並みとは違うものを見せて、まあ、つまり世界って更新されるんだよね、みたいな。ここはメッセージ性分かるんだけど、もうここの、雨の渋谷は全くメッセージ性分からんのよ。でもなんか全く分かんないけど、とりあえずエモいから、えーも、エモエモってびっくりするよね、ここ。だからとりあえずこう、めくったやつが全員 <laughs> おわ、エなんかすごい、うわ、なんかすげえいい本なんじゃないこれ、みたいな。 とりあえずこの写真、今いっぱい見せられたやつ、4枚ぐらい写真見せられたやつで、なんかすげえいい本なんじゃないかなって錯覚して買っていくっていうね、完璧ですよね、これ。これがビジネス書2.0です。もう飽き,飽きてるからみんな、あの、でっかい太ゴシックの文字で、これから時代は大きく変わる、準備はいいか、みたいなやつ飽きてるから、エモさで売るっていうね。 なんか4枚ぐらい再度バキバキの写真見せることでバカは買うだろうっていう完璧ですよね。新しいシステム。新しいスキーム作ってくる。さすがやっぱ僕ね、ノワさんのファンだは一生 ミノワさんが作る本一生買い続けるわ多分これはねすごいわ森の中のボリスタ丸田は写真かっこいいですがステレオタイプな世界2.0すぎて革命感ないですよねみんなが想像した世界2.0の街って感じがして世界1.0の我々が想像できる範囲なのでこれは世界1.9が限界ではないでしょうかいや世界1.8かもしれませんねそうですね確かにこれ世界1から想像した世界2.0っていう感じがするんでもっと奇抜なもの見せてほしいですよね本当はね でも違うんですよ本当に奇抜なものというか本当の世界2.0を見せちゃうとみんな想像の範囲外になっちゃうんで売れなくなるんで売ろうと思ったらこれがベストなんですよねわかりますか世界2.0の本を売るためには世界1.8ぐらいを見せておくのが良いというのがミノワ2.0です何を言ってるかわからないですちょっと体力え今体力表紙の UX にテンション上がりすぎて体力を使い果たしてしまいましたけどちょっとちょっと落ち着いてそろそろ本文入ろう よく見るとこれあれだわ裏と表で処理違うわ表はさサイドをバキバキに上げてあるだけでピントはずれたりしてないんですよこう鮮明な写真なんですけど裏側はサイドをバキバキに上げた上で二重に重ねてあんの分かりますかねこの手ぶれみたいになってんのずれてんのよ全部の線が二重になってんのすごい微妙に細かい仕業だ細かい技だ これ要は表紙はその鮮明な世界サイドがバキバキに上がった世界でこっちはその崩壊していく世界みたいなのを表してるんでしょうね多分ね、こうガク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 ってなっている印象っていうことでああやっぱ美に入りサイに入りちゃんとこだわってますね素晴らしいですねえーシンカーさんありがとうございます道玄坂って言われると緑の会社が頭に流れてくる道玄坂の緑の会社でーすですよね こどちらで働いてらっしゃるんですかって聞いたら「ドゥーギン漬けの緑の会社でーす」って言われたんですよほんでオチのやつはもっとすごかったよねもう一回ありますけど「ドゥーギン漬けの緑の会社でーす」って言われたんです、えー、よでも今の渋谷の写真って急速に薄れゆく事実って感じだな急速に薄れゆく事実じゃないよね急速になんだっけ古ぼけていく事実 だよね渋谷ね。そうね、渋谷はなんか、プレゼンスなくなってきた感じがありますよね。プレゼンスって言葉俺すげえ使っててやだな、ビジネス用語。なんかやっぱ、ビジネス書に自我が飲み込まれてるな。存在感が減ってきましたよね。渋谷というもののなんか象徴感みたいなもの、文化の象徴みたいな感じがちょっと薄れてきましたよね、やっぱこの感染症以後。<laughs> だめダメだ、もうずっと面白い。 ずっと面白いあの。まず真っ黒なのよ、目次が。真っ黒に白い文字で書いてあるんだけど、もうすごいよ。いいよ。いいよ、並んでる。並んでる内容も。メタバースとは何か序章。バズワードに対する人間の態度。<laughs> お前だよ。<laughs> バズワードに対する人間の態度。偉そうに論じてるけど、お前大丈夫かっていう。佐藤さん、大丈夫ですかバズワードに対するあなたの態度っていう。すごっ くないですかお金2.0とか言ってたけど大丈夫これ自虐ネタだったら面白いよねいいですか皆さん仮想通貨ブームに乗っかってお金2.0ですとか言ってたやつが切相なく6年後に「世界2.0です」「メタバースに乗っかって世界2.0です」とか言い出しちゃダメですよそれって良くないバズワードに対する態度ですよって自虐ネタ書いてあったらめっちゃ面白いですけど、ね、そしたらもう僕この本星5ですけどある悲劇の天才「早すぎる男」これ大丈夫かな自分のことじゃないかなまさか大丈夫かな 周囲の反応はリトマス氏もう分かったって、その、みんなから反対された方がいいみたいなやつでしょもう分かったって、美ノ羽さんが担当してる本と金婚西野さんが出てくる本全部に書いてあるよ、同じこと。堀江貴文の驚異的な先見性と解像度 <laughs>。同じ内容だけで本作ろうとしてる感がすごいね、目次の時点で。 世界とは何かってやだからこそさ、大きいテーマに挑戦しすぎなんよ、その佐藤さん。お金2.0の時もお金の本質を解き明かしますとか言っててさ。で、書いてある内容めっちゃ薄いのね。お金っていうのはみんなが信じるから価値があるんだよ、みたいな。つまりお金とは信用なんだよ、みたいな。薄い内容書いてて。<laughs> あの、マルクスとか読まれたことありますかねっていうね。<laughs> お金の本質に挑戦したすっごい有名な人いるんすよ、先人で。もうね、マルクスっていう人、大巨人がいるんですけど、マルクスが一通りやったと思うんですけど、この手のことはっていう。あなたがすっごい浅い解像度でやってることを100倍、1億倍というか無限大倍、定義できない倍ぐらい深く掘ったマルクスっていう音がいるんですけどね、ご存知ないですかねって言いたくなりましたけど、お金2.0読んでる時ずっと。 もうこれもね、そんな感じだよね。世界とは何かみたいな。<laughs> それを論ずる資格、何をもってあるとしてるのこの人って。<laughs> メタバースの会社やってるやつが世界の理解度高いわけじゃないでしょ、別に。メタバースの先はユートピアかディストピアか <laughs> 最高ですね、もう。<laughs> 目次の段階でやっぱ買いだわ、この本。間違いないわ、これ。<laughs> いやー、いいね。この薄い引用から始まる感じで、ね。パンクはスタイルではない。 姿勢だ。ジョーストラマー。薄い引用から始まるなこれ絶対あれですよね。ゴーストライターが名言って検索してますよね。パンク名言で検索して出てきたよくわかんないまとめブログ。パンクミュージシャンの心に残る名言20まとめみたいなやつから拾ってきてますよね、これ。 <laughs> なんかさパンクがすごい好きな人とかさパンクの話をする本だったらこの引用から入るのいいんだけどこれはもうゴーストライターが適当に拾ってきたなっていう感じがすごく伝わってきますね。えっ、ー、とビジネス・フォー・パンクスっていうあのイギリスのビール会社のパンク経営を扱った本があってそれは中身も結構面白いんですけど経営者が本当に書いてると思われる本なんですけどそれをなんかもう本が全体を通してパンクの名言とかパンクロッカーの逸話 をを使いいいいいながら経営パンク経営というううののはこうあるべきだっていうのを書いて書いく結構語り口の面白いい本なんですよ。内容も割と面白い。そのビジネス4パンクスとかは同じ構成でこんな感じでパンクな名言が扉にいっぱい載ってたんですけど、それは何の違和感もないんですけどね。この本でやられると、ああゴーストライターが名言まとめから拾ってきたんだろうなっていうね。<laughs> 感じがしますね。いかがでしたかって書いてるウェブ記事から拾ってきたんだろうなって思ってしまいますね。 本書を手に取った読者の中にはメタバースという言葉を初めて聞いた人も多いかもしれません。読者想定がバカだな <laughs> や。やっぱ、あれなんだよね、極端に頭が悪かったり、極端に情報処理能力がなかったりする人を対象にしてるんですよね、やっぱね。<laughs> あんなに Facebook がさ、社名メタにするよっていうのを至るところでニュースだったのに、それ見てないやつをターゲットにこの本書かれてるわけですね。バカだな。 AI、ブロックチェーン、仮想通貨といったバズワードは2、3年に1度ぐらいの頻度で出てくるものです。いずれも世界経済を揺るがすほどのインパクトをもたらし、AI やブロックチェーン、仮想通貨によって株式市場も世の中全体も激しく変化していきました。なんで一とみたいに書いてるの、この人 <laughs>。いや、お前だよ。そのバズワード2、3年に1度ぐらいの頻度で出てくるものですとか言ってるけど、ブロックチェーン、仮想通貨といったバズワードは2、3年に1度ぐらいの頻度で出てくるものです。お前だよ。 <laughs> 3年前っていうかまあ6年ぐらい前になんか一番生きてさこれから先お金の常識すべて塗り替わるみたいなこと言ってたブロックチェーンは革命だみたいなこと言ってたのお前だろ <laughs> 面の皮がすごいよなでねその後も面白くて今はメタバースが世界中の株式市場と世界経済をひっくり返すほどのディープインパクトをもたらしつつあるのですうまう <laughs> 馬がどうしても出てきちゃうのよディープインパクトって言う,言うとさ <laughs> なんでこれ書いてる時に気にならんかね。ゴーストライターがバカなんよずっと。<laughs> ビジネス諸くゴーストライター何を考えて文章を書いてんの <laughs> もうちょっとあと0.2秒立ち止まって考えたらわかることを気づかんのっていうね。 すごいですよね。ミノワさん、こんだけさ、エモい表紙作ってさ、売る本作る才能あるんだから、もっといいゴーストライターいないのかって、僕は突っ込みたいんですけど、逆なんでしょうね。いいゴーストライター使っちゃうと、中身ある本書こうとしちゃうから売れなくなるんでしょうね。こんぐらいバカなやつ。<laughs> こういう中身のないビジネス書く分には素晴らしい、優れているってことなんでしょうね、おそらく。で、この後がね、大事よ。肝心なのは、バズワードに対する人間の態度、ここ大事よ。ここ大事よ。 佐藤さんが果たしてどう考えてらっしゃるかですよね。散々あの仮想通貨ブームの時にお金2.0ですみたいな。これから全く新しい常識が来ます。日本円なんてものはもう古くなって誰も使わなくなります。信用が直接可視化できて、時間など価値のあるものが直接マネーとして使える時代が来ますって言ってたやつが、 メタの時代になった瞬間にメタバースです。これからはメタバースが来ます。今までの世界の常識が変わります。世界2.0ですって言っている人が語るバズワードに対する人間の態度。これ、楽しみですね。果たして何を言うのか。第一にシニア層に多い。けしからんっていう態度。第2、若者に多いのが自分にとってプラスになるのであれば乗っかっちゃおうという態度です。で、第3にミドル層に多いのが メタバース一応知ってはいるけどくだらないものでしょうという社に構えた態度です。経験則では2番目の態度以外に得られるものは何もありません。太字で書いてある。すげえ、得られるものは何もありません。乗っからないと何も得られないということだね。書いてありますね。 なるほど。皆さんいいですか乗っかなきゃダメですよ、ちゃんと。ちゃんとこの世界2.0みたいな、ムーブメントにちゃんと乗っかなきゃダメですよ。僕はね、あのタイムバンクっていうサービスね、この佐藤さんが昔やってた人の時間を直接売り買いできますみたいなサービスで、落合陽一さんの時間をね、120万円ぐらい出して買っちゃってね、全財産はたいて買って120万ドブに捨てた若者とかを知ってますけど、そうやらないとダメですよ、ちゃんと。ちゃんとね、こういう、 お金みたいな世界2.0みたいなムーブメントにちゃんと乗っからないと佐藤さんの経験則上を得られるものは何もないのでちゃんと乗っかった方がいいですよタイムバンクにはねありがね全部突っ込んだ方がいいですし森の中のボリスさんもありがとうございます乗っからないと参加できないものを世界と呼ぶのかその可能性はあるねあの近婚西野さんとかと一緒だよね商売は下手なんだけど実はめっちゃいいやつみたいな店主が救われるようにしたいそしてそれを実現するのがとにかくこの地図アプリですっていうことを言ってね 商売が下手だけど人柄がいい店主のうち救われるのは金婚西野さんのサロンに入っている人だけなんだっていうね。症状仏教みたいな概念出てきて、へーって思いましたけど、まあそれに近い類するものの可能性はありますね、この世界2.0が。よもぎやこさんもあれだ、本を読めば読むほどノ輪さんの凄さが分かる配信になりそうね。そうだね。やっぱノ濃さん腕利きというかね、売れる本をちゃんと作るって能力が非常に高い気がしますよね。